シュレースビヒ公国。シュレースビヒ公国は11世紀から19世紀後半までユトランド半島南部に存在したデンマーク王冠に属する公国。現在はドイツとデンマークの国境によって分断されており、北部はデンマーク領の南デンマーク地域の一部、旧セナーアユラン県に、南部はドイツのシュレースビヒイコールホルシュタイン州の一部、なっている。は 国会とバルト海の間の物資輸送経路として重要性を有していた。古代ローマの資料は、ジュート人の厳住地がアイダー川の北側に、アングル人の厳住地がその南側にあったと記している。やがて彼らはサクソン人と隣り合うことになる。中世初期のシュレースビヒ地方には、シュライワン北側の主番前半島に、デーン人、 西海岸の原国境線のやや南から北フリジア諸島にかけて北フリジア人、北フリジア語の和社たちが暮らしており、ずっと南にサクソン人、低地ドイツ人が暮らしていた。14世紀、シュレースビヒ地方の住民たちはドイツ語を話すようになったが、一方で民族の境界は1800年頃まで大きく変わりしなかった。ただし、14世紀以来年においては、 ドイツ人が増加していった。バイキング時代の初期、シュライワンの奥、現在のシュレースビヒシ近郊にあったヘイゼビューは、スカンディナビア最大の公益拠点であり、また半島中央部を仕切るボ類の所在地でもあった。このボ類は段階的に建設されたが、737年頃に大規模な増築がなされたことは、 デンマークに統一的な国家が出現したことを示していると考えられている。8世紀から10世紀にかけて、この時期はバイキングの最盛期だった小規模な属長国家がデンマークによって統合されていく中で、シュレーズビヒ地方もデンマークの歴史的地域の部を構成するようになった。デンマーク領の南の境界はアイダー川あるいはダーネビア家とみなされたが、この地域は また様々な紛争を引き起こした。811年、デンマークのヘミングとフランク王国のカール大帝の間に役が結ばれ、アイダー川が教会であると確認された。しかしその後も紛争はしばしば続き、10世紀のアイダー東フライク王国、後に神聖ローマ帝国とデンマークは、教会領域をめぐって何度か戦を繰り返した。934年に、 東フランク王、ドイツ王ハインリヒ一世は、ダーネビア家で、デンマーク軍に勝利して、ヘーゼビューを占領した。974年、デンマーク王ハーラル一世は神聖ローマ皇帝、オットー二世と戦ったが、オットーがダーネビア家で巻き返しに成功している。983年に、デンマーク王スベン一世はドイツが築いた砦を、破壊した。1027年、 皇帝コンラート2世とデンマークのクヌーズ大王は、アイダーガーに、両国の国境を設定した。デンマーク王国、エストリズ船長のの弟は、南ユトランド、シュレースビヒの伯爵、になった。オーラフ一世は、兄の戦死を受けて、デンマーク王、イイ、1086年1095年に即位した。オーラフ一世の弟である王、王、イイ。 1104年1134年は1115年、老い、エイリーク一世の子のを南ユトランドの伯爵に除した。しかし、伯爵の称号が使われた期間は短く、クヌーズ浜もなく、公爵を名乗るようになった。その後、クヌーズの子バルデマー一世が、デンマーク王い、在位、1157年から1182年に、着いた。1230年代、 シュレースビヒ公国、南ユトランドは、バルデマー二世、王、バルデマー一世の子の次男である、アーベルに、分量、アパナージュとして与えられた。このアーベルは、間もなく、王位を、兄から奪い取り、公国を息子に残した。1252年にアーベルが戦死した後、デンマーク王位は、アーベルの弟の系統に移ったため、アーベルの子孫は、デンマークの王位を伺い、 デンマーク王とシュレースビヒ公は続く世紀の間、紛争状態にあった。アーベルの日は、ホルシュタイン伯の娘マティルで、メヒティルドであった。アーベルの系統は15世紀にかけて、シュレースビヒの南隣にある、ドイツ人のホルシュタイン伯領、後のホルシュイン公国と、ホードや婚姻によって、結びつくようになった。ホルシュタインは神聖ローマ皇帝のホードであり、一方でシュレースビヒは、 デンマーク王の報道だった。この二国の異なる主従関係は19世紀になって民族ロマン主義や国民国家の理念が人々の共感を得るようになるとドイツとデンマークがこの地域をめぐって争うことになる主な原因となった。シュレースビ飛行社区位は14世紀にホルシュタインイコールレンズブルク博であったシャウエンブルク家に移り1460年にはオルデンブルク家。 オレンボウ家のクリスチャン一世、デンマーク王、ルーエー王、スウェーデン王の手に渡った。以後シュレースビヒ公社区位は、カルマル同盟により、デンマークとノルウェーの王、1523年に、スウェーデンは離脱を受け継ぐこととなったオルデブルク家が有したが、デンマークは選挙王政の形式を取っていたため、世襲王政を取るノルウェー王として、シュレースビヒ公国を相続した。君と、 風神の二重の称号を持つことは奇妙なことであったが、王と王子が共同領主であったことからこの状態は生き残った。1544年、クリスチャン三世は、シュレースビヒとホルシュタインの両公国を、オルデンブルク家と、その分家であるモットルプ家の共同統治とした。1580年までは、別の分家であるハダスレウ家も共同統治に、当たっていたが断絶た。以後、両家による、 シュレースビヒ公国の共同統治は、1713年、内市1720年まで続いた。宗教改革に伴い、ラテン語で行われていた教会の礼拝のための言語は、方言すなわち、住民の話す言語に置き換えられた。シュレースビヒの教区は分割され、ダすれうに、自治教区、大出自の管区が設立された。西海岸にあったリーベ教区は、 現代の国境線の北 5km にあった。シュレースビヒ教区では、教会の礼拝と教育にドイツ語が用いられ、リーベ教区ではデンマーク語が用いられた。広告を分割する文化の境界線が引かれたわけで、あるが、これは現代の国境と近いところを走っている。17世紀、デンマークとスウェーデンの間で展開された一連の戦争、デンマークが敗北したは、この地域に、 経済的な後輩をもたらした。しかし、貴族たちは新たな農業システムの導入によって復興に当たった。1600年から1800年にかけて、東部ドイツにおけるライム日生産地帯と同様に、荘園経営が大きく成長した。荘園は、封建戸作農民が仕事を担う大規模所有であり、彼らは高品質の乳製品の生産に特化した。 法権領主制は技術的の近代化と結びつき、労益と賃労働の際も曖昧であった。法権制度は1765年に横領で廃止されたのを皮切りとして、貴族の荘園もこれに続き、18世紀後半には次第に廃止された。1805年に全ての農土制は廃止され、土地制度改革によって、かつての農民が自分の農場を所有するようになった。 1800年頃から1840年にかけて、シュレースビヒとフレンスブルクの間に位置する、アンゲルン半島のデンマーク語話者は、定置ドイツ語話者に置き換わっていった。同じ時期、多くの北フリジア語話者も、使用言語を定置ドイツ語に切り替えた。言語状況のこの変化は、ドイツ語話者とデンマーク語話者を分かつ、事実上の境界線を、トゥナーの北。 フレンスブルクの南に新たに引くこととなった。1830年頃より多くの人々がドイツかデンマークかのどちらか一方のナショナリティにアイデンティティを持つようになり政治的な動員も図られるようになった。デンマークでは国民自由党がシュレースビヒ問題をアジテーションに利用しアイダーまでのデンマークをスローガンとして広告がデンマーク王国に含まれるべきことを主張した。 このような形で、ドイツとデンマークがシュレースビヒとホルシュタインをめぐって争うようになり、シュレースビヒイコールホールシュタイン問題が浮上した。デンマークで国民自由党が権力の座につき、シュレースビヒ公国をデンマーク王国領に併合しようとすると、1848年にシュレースビヒとホルシュタインとの連合関係の維持を望む民族、ドイツたちの反乱を起こす結果になった。 この反乱はさらにを引き起こした。デンマークは侵入してきたプロイセン軍に勝利し、1852年のロンドン議定書でシュレースビヒを呼び、ホルシュタインの保に成功した。1863年、デンマークはシュレースビヒと共通の新憲法、11月憲法を作ることによって再びシュレースビヒを併合しようとした。しかし、プロイセンとオーストリアが率いるドイツ連邦は、 によって、デンマークに勝利した。1865年8月14日のにより、プロイセンがシュレースビヒを、オーストリアが、ホルシュタインの行政権をそれぞれ獲得した。しかし、プロイセンとオーストリアの派遣争いは1866年の、広オ戦争を引き起こした。勝利したプロイセンは、プラハ条約により、シュレースビヒとホルシュタインを併合して、を設置した。 北シュレースビヒについて、住民投票の結果によって、デンマークに活用する条項も設けられたが、住民投票の実施は保留とされ、1878年にオーストリアはこの条項を破棄した。1907年にデンマークとドイツが結んだ条約により、オーストリアとプロイセンの間の協定によって、デンマークとプロイセンの国境が最終的に決定されたことが確認された。 第一次世界大戦でドイツ帝国が崩壊するとベルサイユ条約によってこの地域の帰属を決定するための住民投票を実施することが取り決められた。1920年北部、中部、南部に区分けされたこの地域のうち北部シュレースビヒは住民投票の結果デンマークに加わることになった。中部シュレースビヒは投票者中80%の多数で ドイツ残留を決めた。南部シュレースビヒでは結果が自命であるとして住民投票が実施されなかった。南シュレースビヒという名称は現在住民投票時の南部中部シュレースビヒを合わせたドイツ側のシュレースビヒ全域を指して使用される。この決定は新たな協会の両側にそれぞれマイノリティを残した。第二次世界大戦後南シュレースビヒの ドイツ人の中からは国籍を変更して自らはデンマーク人であると宣言する人々が少なからず現れた。この動きには多くの要因が挙げられるが最も重要なのはドイツの敗北に伴って生じた東部ドイツからの大量のドイツ人難民の流入であった。彼らは文化も外見も地元のドイツ人19世紀にドイツ国籍を選択した。 デンマーク系家族の末裔とは異なっていたのである。この国籍変更により、一時的にデンマーク人がマジョリティとなった。南シュレースビヒのデンマーク人や首相を含むデンマークの政治家からは、改めて住民投票を行うべきであるという要求もなされた。しかし、デンマーク議会の体制は、彼ら、新デンマーク人の国籍変更が心からのものではないことを危惧し、 南シュレースビヒレの住民投票への助力を拒否した。これにより、デンマーク人の人口は再び収縮し始めた。とはいえ、1950年代初頭の時点で、人口は戦前よりも4倍高い水準で安定していた。1955年のコッペンハーゲンイコールボン宣言で、西ドイツとデンマークは、互いの領域のマイノリティの尊重に合意した。今日、 旧州レース美比広国の領域は2つの領域国家に分断されているものの、デンマークもドイツも欧州連合に参加し、宣言協定を批准しているため、国境で入国の手続きは行われない。国境をまたいで欧州連合の広域地域、ユーロリージョンが編成されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。